皆さんこんにちは。今回は渋谷駅から旅をスタートしたいと思います。今日の目的地は山梨県の甲府になります。さて、渋谷は今大変革を遂げて、新しくなっているところですね。皆さんも新しくなってから来られましたでしょうか。さて、気になるのはこの下の線路跡のようなものですね。こちらはもともと東急東横線が通っていた線路跡になるそうですね。こうして新しいビルができても、この線路跡があることによって、ここを電車が走ってた場所なんだなっていうのが分かるようになってるっていうのはいいことなんじゃないかなと思います。さあ、こんなように変わっていってる大都会の渋谷から山梨の甲府に行くにはですね、できるだけ安く行きたいと思ってますんで、最初は高尾駅というところまで京王線で行きたいと思います。京王線で高尾まで行くには390円なんですが、こちらの株主優待券を買うともっと安くなるということですね。お店によって値段は違いますが、今回私が行ったお店は320円でした。新宿や新橋のような金券ショップの多いところであればもう少し安いかもしれません。さて、390円が320円で行けるということで、帰りの分も2枚購入いたしました。渋谷駅にも金券ショップはあります。さて、まだ電車の時間がありましたので、山下本気うどんっていうところ、前からちょっと気になってた、最近結構できてきましたよね。ここにちょっと行ってみました。うどん大盛り無料という文字に惹かれました。あと少しお高めだったんですけど、バナナジュースがこの日はめちゃくちゃ暑かったんで、飲みたいなと思って、元気出るかなと思ってちょっと頼んでみました。でこの天かすとかは無料でもらえたので、割と満足度は高いかなと思います。こちらは490円とかで500円しないレベルなので美味しかったです。さて、もうその山下本気うどんの隣に、この改札があるような形です。本当に目の前ですね。で、京王線といえば新宿が有名だと思いますが、渋谷にもあるんですね。さあ、そろそろ列車の発車時刻です。山梨に向けて行きたいと思います。JR で渋谷から高尾まで移動した場合は814円 IC でかかるみたいですね。約500円ぐらい違うという形です。大きいんじゃないかなと思います。よくね、100円とかだったらせこいと言われるんですけど、500円だとどうでしょう。ぜひね、行かれる際はやってみてもいいんじゃないかなと思います。さて、明大前駅というところで乗り換えたいと思います。これ新宿駅から出るんであれば、明大前で乗り換えっていうのはしなくていいです。高尾駅っていうのがもう新宿から出てるんで、新宿駅だったら乗り換えなしで高尾まで行けますね。高尾山口ですね。その1個前の駅が JR と乗り換えできる高尾駅です。京王線はね、特急と書かれてるものも追加料金なしで乗れます。JR だとね、特急って書かれてたらなんか追加料金払わなきゃいけないような感じがしますが、さて、高尾までやってきますと甲府行きという電車がありますので、意外と乗り換えは少なく行けるんですね。 JR 仮に乗ったとしても、最初は甲府行きっていうのはあんまりなくてですね、高尾行きに乗らなきゃいけないという感じなので、そこまで手間かからず、こうして京王線を使っても行けるということですね。さて、今切符が5枚分かれてましたけども、普通に投資で買うよりも、ある駅で区切ってああいう風に買うとですね、少し安くなるっていうのがあります。140円ぐらいかな、安くなります。緑の窓口とかが混んでない時はちょっとお願いしちゃったりしています。さて、甲府駅にやってまいりました。甲州だるまっていうのがありましたね。だるま有名なんですね。さて、これが甲府駅、大きいですね。そしてこちらヨドバシカメラがありますね。こちらはもともと山梨交通山港の百貨店があったところです。数年間はちょっと空になっていたところなんですけれども、今はヨドバシカメラが入って、駅前の活性化を取り戻そうとしているところですね。甲府駅の南側に広がるところがもともとの町
今も素晴らしい大きなアーケードのある街なんですけれども、少しね今は昭和というところの方に街が移動しているというような話もあります。それはやっぱりイオンモールができたからということが大きいのかもしれません。甲府昭和というところにイオンモールができました。今はね結構家族若い人そちらの方に行ってるようなんていう風な地元の方のお話もありましたね。この辺はもともと宝石の町とも知られていました。今はね採掘っていうのはないんですけれども、当時の技術っていうのが残ってますんで、宝石の町っていうのが継続しているようですね。さてこちらは甲州北側、甲州夢小路というところですね。甲府駅の北側っていうのは、そう町ではないんですけれども、今はですね結構観光地ができていますね。ワイナリー、無料で見学ができるようなワイナリー、ワインの試飲とかもねお安くできたりしますとかとかで、このような甲州夢小路っていうところは甲州の名産ワインビーフとか、あとは信玄餅で有名な桔梗屋さんのイートインコーナーとかがあったりしますので、ここは手軽に山梨名物を手に入れられるんじゃないかなと思います。ここもまだオープンして間もないですね。ちょうどコロナの前あたりに開業しまして、結構ね大変なんじゃないかなとは思うんですが、こんな感じで線路も非常に近いところなんですね。駅との近さがよくわかると思います。甲州夢小路。さてここからまた線路を渡って南側に参りますと、城のホテル、今回の目的地にやってまいりました。この城のホテルは2020年にオープンしたばかりの新しいホテルです。最上階の方にですね温泉があって、それも楽しみにしてきました。なんでかって言いますとですね、さっき電車からの景色もそうだったと思うんですけど、甲府の街っていうのは北側に向かって上がっているような感じで、南側っていうのが綺麗に電車乗ってる時とかも綺麗にこの甲府盆地が見えるんですね。景色がとっても穏やかで、なんといっても落ち着く景色なんですよね。南側が少し下がってますのでよく見ることができます。でこちらが1階のラウンジになりますが、ワインも飲めるんですね。さすが山梨ワインの街ですね。でジュースだったりお茶だったりっていうのは無料でいただけます。少しね本とかも置いてありました。山梨が舞台のゆるキャンとかも置いてありましたね。さて今回私が泊まるのは10階ですね。こんな感じです。館内着の方はここから取っていってくださいということでした。自分のサイズに合ったものを取っていきます。さあ北側の景色はこんな感じ。やっぱりホテルの内廊下もかなり新しいですね。さあカードキー、もちろんですね鍵式ではなくカードキーのものになってます。中入りますと、テレビも新しくて景色も、北側、今回私の部屋は北側だったんですけど、北側もね意外といいんですよね。テレビ局ラジオ局が入ってる建物が北側にはあるんですけど、それが結構なんか面白い建築だったりしていいですね。さてお部屋自体の広さはですね結構こじんまりとしたような感じですね。ちょっと狭めなんですけど、これくらいの広さっていうのは意外といいもんでして、また綺麗なので全然狭いなと感じることなく入れましたね。甲州夢小路が今線路の向こう側に見えてますけども、さあこんな感じ、北側の景色が広がっています。充電とかもコンセントだけじゃなくて USB のタイプのものもあったりして、結構やりやすかったですね。水もサービスでもらいました。お風呂もしっかりシャワーだけじゃなく浴槽も一応あるので部屋で入ることもできますね。ただねここに来たらやっぱり最上階の温泉はおすすめですね。館内着に着替えて行ってまいりたいと思います。さあ最上階にやってまいりました。最上階すごくおしゃれでした。これびっくりですね。こんな感じで甲府の景色が一望できます。
しかもですね、なんかちょっと歴史が学べるような感じになってまして、こう嬉しいですよね。ここは甲府城のど真ん中と書かれてますが、本当に敷地の中みたいですね、ここが。もともと甲府城にはもう温泉が湧くという噂があったけれども、庶民は入れないので、まあ、どんな温泉かはわからないというような感じだったということですね。それを今私たちが、まあ、ここで楽しめるというような、まあ、イメージでしょうか。本当に資料館のようにですね、まあ、文章だけじゃなく、こうして本当の資料、古銭だったり、なんか当時使われてた武器みたいなもんだったりとか、そういうのを置かれてましたね。甲府は結構海産物、当然内陸の町なので取れないんですけど、まあ、いろんな工夫をして、まあ、持ってきてたよって、料理も江戸に負けてなかったよなんていうふうなことも分かりました。さて、展望デッキまであるんですね。まあ、ちょっとお風呂の露天風呂の感じはちょっとお見せできないので、まあ、ここからですね。露天風呂自体はやっぱり南側、お城の方を向いてますね。町の方を向いてます。で、ここから右を見たような景色っていうのが見られますね。お風呂の中からだと。はい。こんな感じでお城の跡が見えますね。さあ、お風呂入っていきたいと思います。これだけね、展望デッキが充実してるのすごいですよね。で、お風呂は内浴槽と外浴槽があります。サウナも あるんですけど、設備としては。今はね、コロナの影響で、まあ、やってないみたいです。それはちょっと残念でした。で、外の浴槽、露天風呂の方はですね、やっぱり景色がいいので、穏やかな、時間を過ごすことができました。すごくシンプルだったんですが、新しいのでね、結構、あとは一人だったっていうのもあって、独り占めしてしまって、ゆっくり入ることができました。さてさて、まあ、今はね、昭和の方に街が移ってしまったなんて話先ほどありましたけれども、この昔ながらの街の方、散策していきたいと思います。さあ、こちらはココリと今書かれていた建物があります。こちらは実は新しいんですね。街の空洞化を防ごうと、新たに開発されたビルだったんですけれども、今はですね、イオンが撤退してしまって、イオンのスーパーが入ってたんですけど、撤退してしまったというような形ですね。で、町の、まあ、唯一の百貨店である岡島百貨店というところも今あったんですけれども、まあ、少しテナントが抜けているような状態ですね。じゃあもう廃れていく一方なのかというと、まあ、こんな感じで、これは新しいですよね。工夫されていてネオンがかっこいいですけども、スナック横丁、こんな感じで、ちょっと新旧融合、レトロ感、そういったものをですね、売り出して、町の方も活性化し、非常に頑張っているんだなというような印象を受けました。そしてこのまたアーケードがですね、これまた七夕の時期ということで少しこのような装飾がされてるんですけれども、いいですね。静かでいいですね。本当にね、人があまり多くはないという様子が見て取れると思いますが、これね、日曜日の夕方でございます。お店は十分やっているんですけども、やっぱりシャッターになっているところも少しはありますね。まあ、こんな路地とかも充実していて、街の大きさを物語っています。アーケード街も非常に長いですし、縦横そしてこういう路地ですね、お店が非常に多いです。この街の繁栄というのがよくわかりますよね。今はね、全てがテナント埋まってるってわけじゃないのかもしれないんですけど、こんな感じで、まあ、七夕の時期が来ればこうして装飾もされています。さて、こちらの方に来ると、まあ、夜の街と言われるところですね。南銀座というみたいです。しっかりとこちらも営業がされていました。大きな街なので、やっぱり夜の街はもう完全に廃れてて、建物が壊れててっていうところも、街もね、いっぱいあると思うんですけど、こちらは、まあ、営業はしてないのかもしれないんですけど、やっぱりすごいですね。本当に昭和40年代ぐらいですっていうような建物もあるみたいですね。ちょっと道にいる人に聞いちゃったりしたんですけど。こちらの道は本当にディープで
でしたね。少し散策してみたいと思います。これやってないのかなーなんて思ったんですけど、この山梨グリーンゾーンの認証店って書かれてるので、これだからコロナ以降だからやってるってことなんですよね。これだからまだ時間がね早いから空いてないのかなーなんていうふうには思います。もう少し夜になるとこうしたスナック街とか飲み屋さんっていうのは空いてくるのかもしれません。また路地の方入っていきます。ありがとうございました。時代がねまたちょっと昭和っぽい感じがありますけれども、また大きな通りに出てきました。本当にすごいです。路地を抜けてもまた大きな通り、そしてこのお店の寮でございます。すごいですね。こちら全てが営業してるとは思いませんが、まあ、このようなお店のラインナップが昔はあったっていうことなんですね。少なくとも横丁でこんな立派な建物ですねありました。さあ甲府といえば鳥もつ煮というのが有名みたいですね。じゃあ、そば屋さんが出されたことで有名ですが、そういったもの、そしてもう一つ三福さんというところに来ましたが、つけそばが有名みたいですよね。じゃあ中華屋さんです。つけ麺ですね。透き通った醤油のスープが、まあ、少し酸味のあるような感じで非常にさっぱりしていて食べやすい。こちらテレビでも特集されたということで、まあそうだなと思って来ちゃいました。こちらね非常に麺にコシがあって、まあ、小麦の美味しさが非常に伝わってきました。と言ってもこのタレ、まあ、本当に普通のタレに見えますけど美味しいんですよね。すごい美味しかったです。でして蕎麦湯ですって言われて渡されたんですけど、ね、本当に蕎麦湯みたいにして最後かけて薄めて飲むんですが、一応ね茹で汁みたいなんです。その方がねコクが出るということで、まあ、茹で汁を使用されているようですね。この三福は美味しかったですね。でそして、まあ、観光地してなくて本当に地元の方に愛されてるところなのかもしれないですね。ちょっとオープン待ちで入ったんですけども、ここもね待ってる間に地元の方とお話しさせていただいて、ここと、まあ、ここもこの蓬莱軒有名だよって教えてくださったんで、こっちもせっかく教えてもらったんでね、地元の方のおすすめするグルメを食べてみたいですから来ちゃいました。で三福から歩いてほどなくありますね、蓬莱軒さんにやってまいりました。ラーメンと餃子いただきました。そしてラーメンはですね、チャーシューがとっても肉厚、そしてメンマが赤いんですね。こちらはこうグツグツとした熱い感じを、まあ、出すということで、まあ、あえて赤くしているそうです。スープ自体はですね濃い醤油に見えるんですけど、非常に出汁の味メインの優しい味ですね。で餃子は皮が厚くてボリュームがある感じでしたね。さてさて2軒のラーメンを食べてもうお腹いっぱいですけれども、シャトレーゼというお菓子屋さんご存知でしょうか。シャトレーゼですね、実はこの甲府の方なんですね。こんな感じで街中を歩いているとシャトレーゼのお店がありました。大きなお店だったので少し散策をしてみました。そして山梨のお酒を使ったおまんじゅう、酒まんじゅうですね。これをもう100円もしないぐらいのお値段で、安かったですね、いただいて帰りたいと思います。このシャトレーゼテラスっていうのがありましたね。さすが本拠地の方ですね。甲府の方には伊佐温泉っていう駅も近くにあるんですけど、そこもですねかなりの温泉街ですが、シャトレーゼホテルっていうのも経営されてるみたいですね。まさに王国といったような感じでしょうか。さて2階の方にはですね、まあ、城のホテル帰ってきてますけど、電子レンジがあって、まあ、買い込んだお土産を温めてもいいでしょう。そして夜になるとまたこの雰囲気が違うんですね。こちら最上階お風呂の前のところですけれども、まあ、夜景が見えるんですね。
これまた美しいです。露天風呂からの景色もやっぱり穏やかでいいものでした。温泉ついてるホテルに入るとなると何回も入りたくなっちゃいますよね。まあ、大体3時にチェックインして入って、その後街の散策をして夕食を食べ帰ってきてまた入ると、プラス朝風呂までやっちゃうみたいな、3回入るっていうのがルーティンになってますけれども、まあ、明るい時と暗い時で、まあ、顔が全然違いますんで、これもね面白いんじゃないかなと思います。とにかく甲府のいいところ何かなって言うと、一番はこの穏やかさ静かさになるんじゃないかなと私は思っています。さてさて、朝またやってまいりました。朝食券ですね、こちらは1500円で食べれます。甲府の名物もたくさんありました。貝サーモンというのがあるみたいですね。お米も山梨県産のお米がいただけます。あとはですね、カレーとかもありましたし、ね、ワインカレーですね。あと甲州味噌を使ったお味噌汁、そしてほうとう、ね、ここに来れば山梨名物結構いただけちゃうんですね。無理して夕食でいっぱい巡ろうとしなくても良さそうです。小鉢なんかもしっかりと山梨の名産が使われています。貝サーモンのマリネみたいなやつもありましたね。切り干し大根もなんか有名なのがあるみたいで非常に美味しかったですね。そして鶏もつ煮もあるので、鶏もつ煮ちょっと好き嫌い分かれそうですけど、ここで食べれるんでいいんじゃないでしょうか。そしてマグロと思うんですけども、山梨県民マグロが大好きということで用意されているようです。いいですよね、本当にその土地の愛されている食べ物をいただけるっていうのが非常に嬉しいです。朝はですね、野菜ジュース昨日の夜はありましたけど、朝はその代わりにブドウジュースがありまして嬉しいですね。ブドウ、山梨に来たからにはブドウを味わいたいなという気持ちもあったので、ブドウジュースはありがたいですね。あとこちらいちごのジャムですね、こちらももう手作りみたいで、そのいちごジャム食べたいなということで、もうちょっとパンも食べちゃいました。ほうとうもあるし、味噌汁もあるし、鶏もつ煮もあるし、そしてこの、まあ、醤油みたいな調味料ですけども、これもなんか山梨の名産みたいなのをせっかくんでかけていただきました。少しね、醤油とは違うようなまろやかな感じでしたね。さて今回は甲州、甲府の城のホテル、そして甲州の街中を散策していきました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さん甲府の方ですね、遊びに行ってみてください。夏はシャインマスカットもありますから、それもまた食べてみても美味しいんじゃないかなと思います。駅から南の方に行くエンドフルーツさんというお店があるんで、そこでシャインマスカットとか時期は買えますので、おすすめです。さあ今回は城のホテル泊まりましたが、県民割で5000円で泊まることができました。2000円のクーポンももらったのでお土産を買ってしまいました。朝ごはんの甲州味噌を使ったなめこの味噌汁、すごく美味しかったですね。思い出に残っています。さあこの動画はここまで。最後まで見ていただきありがとうございました。